道子公は、ペルシア王朝よりくだらへ流れ着いた、トライニン、本名不詳、別名しばめどぎまろ。道子公は、パフラビー5名を漢字で当てている説が、有力、日本初期に登場する7世紀初頭の土木技術者。日本初期によれば、612年、推古天皇20年に帰化したと言われており、像の全身に白いブチがあったため、周囲から味悪がられて、 海中の島に置き去りにされそうになったが、弁絶により、難を逃れ、御所に、趣味山と東風の暮橋がある庭を建設したことから、道古港と呼ばれるようになったという。当時の日本では、すでに庭園建設も、盛んに行われていたが、技術者として記録が残る人物としては、日本最古である。その後、全国を回り当時の日本を代表する三河の、矢引橋。 水内の極境、木重根の梯子橋、東藤海の浜名橋、藍津の闇川橋、かぶと岩の猿橋など180もの河橋に携わったとされる。山梨県大月市、猿橋町猿橋に所在し、桂川を河橋する猿橋には、心しら子というくだらからの虎人が建造したとする伝承がある。猿橋に関する文献資料は中世から存在し、 現在の猿橋が日本初期に登場するカブ岩の猿橋と同一とは限らないが、道子校の出身地が同一であること、佳境の時期が水戸天皇の代と道子校の活動期と重なることから、同一人物の可能性がある。ありがとうございます。